どうも、オレキと申します。ヨタモと申します。今回はハクビシンの撮影をしていきたいと思います。鉄橋が見えてます。ここに走る車両がもうなんだよ。はい、ということでやってまいりました。ハクビシンのこちらは何県だ。岡山県。岡山県新見市。そうか、はい。こちらの方でですね、今回撮影していくハクビシンですね、はい。うん、でこちらは、国鉄色の匂いがまだ、そうですね、漂う国鉄岡山と言われるぐらい、岡山県内どこで写真撮っても国鉄色が写る。ああ、いいじゃないですか。それぐらいも国鉄色ばっかり、あ、ね、国鉄時代の車両ばっかり走ってる県ですね、はい。いやー、だからもうその車両たちをですね、中に抑えながら、はい、やっぱりここのハクビシンの目玉といえば、ちょっとね、引退が来春に、来年春ですかね、はい、ヤフモがですね、新しくなるということで、まだまあ全部置き換えになるのか、一部置き換えになるのかっていうところもわからないんで、まあ、近々なくなるってことは確実なので、はい、特急ヤフモ 381系を取っていきたいなと思いますね。はい、はい。いやー、もうなんかすっかりもう梅雨明け間近というか、もう梅雨明けたんじゃないかって思うぐらいの、晴れの国岡山らしい天気になってますけど、そして目の前にはやっぱりこうこの大自然に一番似合うんじゃないかと思うデッキ型橋ですね。そうですね、やっぱりこう昔ながらのこう横にね、あの風よけがある。そう、これ鉄橋だからとね、このデッキ型橋一番、そうです、ね、そう、子供の頃ね、あの模型買ってもらった時に一番初めに買ったのがこのデッキ型橋です。きっといい音しますよ、ここ。え、そう、いや、いい音するかもね。そうだね、いい音が絶対きます。スピード速いからね、一瞬で終わっちゃうかもしれないけど。で、ここに来る列車がですね、次の列車だとヤクモになります。いきなり来ますよ、主役が。岡山方面に向かうヤクモが来る予定になってますので、この画面でいうところの左から右に駆け抜けていく感じですかね。そうです、次どの編成が来るかね。あの 3×1 だとやっぱり、まあ、今定番になってる白と赤のゆったりヤクモ色かなっていうのと、あと復刻版であのクリームとエンジのツートンカラーの国鉄色っていう、まあ、いわゆる昔の定番だった色と、それから紫色の昔のスーパーヤクモ時代のスーパーヤクモ色っていうのが走ってるけど、そう、3パターンある。あ、パノラマグリーンがあるかどうかかなって思って。ああ、なるほどね。国鉄色よりもこうやっぱりそのヤクモといえばあのパノラマグリーン車じゃないですか。うん、確かに。あれがこう顔にちょんって乗っかるんだけど、あ、そっか。でもパノラマグリーンは逆方、出雲市型にパノラマグリーンがついてるから、こっちだとケツ打ちになるよね。あの後追いの撮影になりますから、そうすると構図が、なるほど、なんだかんだしてるともう来るかも。あ、列車の音が近づいてくるのが分かるから、ここはちょうどいいよ。来た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 、意外とゆっくり。めっちゃゆっくりになってる。
さあ、報告駅で折り返ししてきた特急がゆったりやくもとスーパーやくもの混合編成でした。いましたか。いましたよ。よかったな。いや、見ました、スーパーやくも。僕の世代だとスーパーやくもとやくもだった。懐かしいね、スーパーや、あのスーパーってつくあれがもうすでに懐かしくなってしまって、見れてよかった、嬉しい。で、あの肝心な写真の方は撮れました。あ、そうですね。まず1本目の行った方、岡山方面に向かった方でした、ね、うん、あのゆっくりやくも、はい、それがこちらですね。じゃ、こっちは横構図に締めました。で、列車とですね、デッキガーターと、まあ、ここはあえて川、うん、を入れるような形で撮ったので、それとこう川の位置と列車の顔をこう対比させるような形で、この新緑のね、一面の緑、この夏が来た感じをね、前面に押し出した写真がまず撮れたんじゃないのかなと思います。梅雨明けの1枚でございます。そうですね、はい、で2枚目なんですけども、やっぱこれかなと思います。ああ、同じ構図？あ、でもそうでもないのか。これは今度縦構図にしてみます。ああ、そうかそうか。で、縦にですね、デッキガーターの柱を入れまして、で、列車の顔をですね、今度右端に入れるような形で、今度山奥の奥行き感を出しながら、これも川を意識した構図で綺麗に収まったんじゃないのかなと思います。いいね、あの2004年に撮った写真ですって言ってもバレないかもしれない。あここの風景多分そこから変わってないですか、ね、多分変わってない、うん、と思うよ。まあ、っていうところでいい写真が撮れたんじゃないのかと思います、うん、いや、幸先いいですね。幸先いいですよ。ということで、じゃあ次の撮影スポットに向かってみましょう。行きましょう。せっかくですからいっぱい撮りたいですからね。ハクビシン三昧だからね。熱中症には気をつけてください、皆さん、くれぐれも。やってまいりました。ちょっと先ほどの報告から少しですね、新見方面に戻ったところになるんですけども、はい、まあ、こちらの方でですね、滝が実はあるんですよ。その滝の絹かけの滝ですかね、多分。もうちょっとした観光スポットになってますが、こう細く長くというような、うん、まるでそうめんのようなですね、うん、竹が流れてるんですけども、あの人生もそうありたいもんですね。ですね、この川も非常に綺麗でですね、透き通った竹が取れるんですけど、ほぼ逆光、うん、で太陽がやっぱり西に行くのでかからなくてですね、この動画でもね、やっぱ真っ黒に映ってるね。やっぱそうですよね、うん、でもまあ各域が1本来ますので、そう、そろそろちょっとそれを取ってから、うん、見ようかなと思います。さあ、また黄色いのが行きました。いや、やっぱり暗いです。暗い。一応ね、動画はまあアップにしたせいもあって一応映ってはいると思う。115かな、うん、に助けられました。全部真っ黄色、真っ黄色だからね。一応ね、一応撮った写真こんな感じなんです。じゃん、うん、どうですか。もうここはですね、日が当たってないので全面的にこう大きくしまして、で川もちょびっとで、ここからこうトンネルから出てくる顔だけがこうシルエットでポコって出てるところような写真、113、115の可愛らしさがパッチリお目目がそうキロッとキロッとしたな。やっぱり日が当たった方が綺麗です。まあそうだね、やっぱりこう天気も快晴です、うん、せっかくの天気だからね、川、うん、ちょっとこういうのと、あとはできれば青い空も入れて撮ってみたり、なんかしちゃったりなんかしちゃったりという感じでどうですか。何をするんですか結局。とりあえずこの初夏らしい風景っていうのを入れたいんですけど、まあそれにはちょっとここは
ちょっと日が限っちゃってるので、うん、別の場所を考えたいればなと思って、うん、いや来ました。見てくださいこの青空、綺麗ですね。まるでオープニングかのような話から始まりましたけど、まあちょっとねここで撮っていきたいなと思います。ちょっとだけデッキガーターが見えてます。ゴタマの好きなデッキガーター。そうです、はい、はい、ございます。でここからですね、なのでここもあの縦横どちらでも行けるかなと思うんです。でもう一本あのすぐにですね出雲市方面に行く八雲がありますので、横工事であればあの川、せっかくこの川もまで降りれているので、うん、あの川とですね八雲という形で収めていきたいというところでございます。いやーちょっとくると思ってたのにやられました。あれはまあでも撮れました。これいます。動画はすいません、半分しか映ってない。あれ方面、出雲市方面に抜けてった八雲の写真です。あのすいません、正面が撮れてないのでこんな感じなんですけども、はい、じゃん。まあ撮れてはいます、うん、まあケツ打ちです、うん、はい、で横なので川をメインにして列車をピント合わせる、で左の上に持っていくというような形で写真を撮っております。で、まあ、これはこれで綺麗かなと思います。じゃあ2本で、いやだいぶ八雲堪能しましたね。堪能しました、うん、あのスーパー八雲食にも出会いましたし、うん、もうねあのいろんな八雲にも出会えたしね、はい、もうこの高温の中立ってるとね、なんか今外にいるのか八雲の中にいるのか分かんないぐらいのこのふわふわ感ですよ。危ない危ない、うん、わかりました。いやでもいい写真、いい動画撮れてよかったですよ。じゃあちょっとここで博物館の方はですね一旦決めさせてもらってジャッジの方に行きたいと思います。カンドリでお願いします。早いのよ。カンドリでお願いします。いかがでしょうかぐらい言わせて、せめて。いや緊急結果速報。いやあの独断と偏見が過ぎる。いやあのねちょっとあの視聴者の方には大変失礼かもしれないけど、この今現場にいるこのシチュエーションですごい満足してしまってる自分がいる。この八雲のこの間近でね、普通の最後の夏にここに来れてるっていうのでもう満足してしまって、充実感が得られるような夏になったんじゃないかなと今回は。ということでカンドリでお願いします。わかりました、はい、ということで今回はちょっと暑いので締めさせていただいて、はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではバイチー。ぜひハクビ線来てください、はい、来年春までです。参拝地。